はい、どうもエルザレトです。はい、同じく RTS ヒッポでーす。エルスどうも風水でーす。じゃあマリオカート8やっていきましょう。お願いします。ついに第2回コラボ配信の引きましたね。もう2回目下に多分2回目って綺麗に出る回数を。いやー、ね、今回2人してやらかしたっていうね。両方とも。両方とも。よいしょ。多分あれこれミラー。あ、はい。いや違うか。正しいか分かんない。やべ、風水さんが緑を。よっ、完璧じゃね。よいしょ。あはー、完璧じゃないですか。さようなら、ヒッポさん。欲しいなぁ。あ、炎当たらなかったな。いや、風水さん。当たらなかった。今、エルザさんか。とりあえず。よいしょ。じゃ、この順位キープしていきたいぞ。ほっ。というわけで、まぁ、今回ね、ミーで配信しているんですけれども、すべての下りが2回目。今回、ミーでね。そうそう。あとであれかな、コース選択画面のところで、まあ、もう、ちらっと見てる方はいらっしゃるかもしれないですけれど。てか、あれで見えるかな、ステージのあの、あれで。確かにね。ちょっとまあ、じゃあ、おのおののミーの紹介ももう一回やっていきましょう。あ、そう、落ちた落ちていった目の前で。いや、誰いや、痛い、キラ、待って。いける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 。あー、エルザさんの子、おー、勝ったんじゃない。いやー、4位か。だいや、さっきまで2位だって。指かかってたのに。あの、なんなら風水さん今、後ろで赤コーラずっと構えてて赤、赤と赤と赤どれがいいですかみたいな。なんかみんな世の中俺に厳しくない。いやじゃあちょっとね、ミーをちょっと見ていきましょうかね、せっかくなんでね。そうですね、いやあ、風水さん。俺は風水です。青色。左にから2番目ですね。頑張ります。RTS ヒッポです。メガネをかけた。そうですね。のび太くんって言ってる感じのやつですね。のび太くんですね。で、僕が、どうもバナナマンの日村です。いや、そう見ると、すごいですね。いや、再現度が高い高い。僕は図らずしものび太くんになったけれど。こんな日村さん見るかっていうぐらい、スマホで見ましたよ、写真。あ、しっかり寄せていくっていうね。寄せに行って、逆に、寄せなかったら、すっごい中途半端な顔すぎて、不細工でもないし、良くもないし、あれだなと思っても思いっきし寄せた感じですね、今回は。ちゃんと寄せていくという。なるほど。いやー、で RTS は風水さんが青色、僕ヒッポがオレンジ色で、でかつエルザさんがオレンジで、オレンジ、そうオレンジ色なので、ちょっとオレンジを争う戦いをね、ちょっとここの配信でやっていきたいんですけれども、なんかボロ負けしてるね。急になんか変わりましたね、立場が。そうなんですよね。これ僕、やばいな。ちょっと、本当に。もう一人オレンジの人がいるからさ。俺の視界に3オレンジいたんだけど。そうだね。しかもなんか、すごい、あれでしょ、いかつい感じの。そう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 。ガタイお兄ちゃんみたいなね。お兄ちゃんがいらっしゃったから、もうとてもじゃないけど、バナナマンや日村と、のび太くんってちょっと太刀打ちできないようなガチムチ系の方が。バナナマンの日村さんも結構硬い方だからね。いや、あの人、ちょっとのび太くん、体ボロボロやかですね。いろいろで、いろいろあって、多分きっとボロボロかもしれないので。で、のび太くんはちょっとドラえもんがいないとね。役立たずなんでね。役立たず。のび太くんとかスプラトゥーンの方がきっと活躍できるからね。誰？あれ、あの人誰？キラー！いやー、バナナ意外ときついな。あ、あったぜ、キラー。待って、あーはー、キラー、ありがとう、キラー。待って。さあ、安定の10位。今、7位。あー、待って、緑コーラ、うまいなー。
ドリフトが。あ、ヒポさん、ナイス。おお、赤いぜ。赤子らしい。やめて。あ、キノコ持ってる。いやキノコー。怖いなー。あ、やっぱ落ちるよね。結構落ちるんですよね、あそこ。やっぱちょっと日村さんの体重じゃ耐えれないっていうかね。あの落ちるはずのない隙間に落ちていったんで、今。ちょっと思ったよりこう体重をかけすぎちゃったのかもしれないな。そんなところでリアルを絶対追求しに行くところが。あれヒップさん、あれ俺のキノコペリさん。雷落ちるステーサーにアイテム持ってかれるし。あれ待てよ、あれ抜かれてる、これあ抜かれてんだ。あー待って待って、ビリになる。待って、いやこれ、いや早いな、やっぱアイテムだ。そうなんですよ、アイテムですよ。やっぱマリオカートアイテムですよ。エルコさん、アイテムですよ、このゲーム。待って、もう一歩ダメだから。あいや、マジ待て、待て、エルサさん抜ける。あっ、雷飛んじゃね。今目の前に届きそうな背中があったのに。ちょっと僕2位から6位って。いや、え、何、辛いな、あの雷なければ。そう、いやー、きついな。やべ、100下がってる。リポさん、はい、何ですか。レート1番って大したことないんですね。いやー、ちょっと待ってよー、ちょ待ってよー、 やべえ、勝てねえ。みんないろんな特徴的な顔、あのオレンジ色の中でやっぱガタイ良さそうだな。よろしくお願いします。あれ、もしかしていらっしゃるか、いらっしゃるかな、もしかして。なるほど、そういうことか。あれ、ありがとうございました。どういうこと？もしかして、もうリア視聴者さんじゃないか。あ、リスナーの方かな。だとしたら安心する。タイミングが良すぎて。そうだって、タイミングすごい良かったもんな。普通におしゃべりで会話が成立しちゃってたから、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、いらっしゃいますよね。おかしいな、ラッカー通信には。いや、楽しい。きっと、僕、会話をしてくれるんだろうなって。あの、先読みして、エンペラー愛をしていただいて、多分、会話できちゃった。でもこれ、ちょっと、スプラにはない感じですよね。そうですね。なんか、出てくるっていうのはね。スプラとはないですもんね、その、俺の街の間とかね。チャットとかができないっていうのは。できない、ね。確かに、確かに。なんならピチャー。じゃあ、リオ鉱山やっていきましょう。お、チャット、ちょっと確認しますね。はい。おあのきめんさん、こんばんは。ももんぱいさん、こんばんは。あ、フレ先生、ありがとうございます。あ、はいはい。タックさん、こんばんは。ということで、そうですね、まさかのパソコンが動かず、チャットが出ないというね。いやー、トラブル多いね。今回、ガタガタじゃないですか。いや、やっぱちょっと日村さんにしたのが悪かったかもしれない。いやー、芸人さんだな。あ、ちょっと待って。僕は今日運転席がガチャガチャしてるな。ちょっと待って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 。あー、ガチャガチャしてるな。ちょ、なんとかこの団子状態を抜けたい。めっちゃ一緒に回ってる。ずっとこの3人、678あたり、まあ僕はちょっと678じゃないけれど。あ、怖いなー。ちょっと一回で。よいしょ、あー、危ない。よし、抜けた。落ちてきた。頭一つ抜けた。ちょっとこの状況キープしていこうぜ。ずっとオレンジ色のエルザさんの後ろをついていくアヒルのように。ヒポさん。それでいいの、あなたはそれでいいのかっていう。いろいろよろしくないんだよ。いやー、これあ、プラトゥーンです。チェックイン回収できた。あ、待って、どういったの。ちょっとめっちゃ気になるわ、ヒポさん今どうなってんの。多分目の前でも消えたんすよね。エルザさんの後ろについていこうと思って、エルザさん消えたからなんかよく分かんなくなって地面に落ちてっていうね。どういうこと。あのラグ。いや、ちょうど目の前でテレサ使ったんですよ。あ、なるほどね。ってことは俺のキノコさっき持ってったエルザさんだな。あの、3つぐらい美味しくいただきました。当たって。よっしゃよっしゃ、ヒポさん当たった。めっ
2桁、めっちゃ2桁。いやー、こう考えちょっとふざけんな、マジで今ちょっとヒッポさん、こうなったら、空誠さんの邪魔優先できます？そうですね。もう僕たちが、1位が見える。あのほど VS を変えていただいて、オレンジ VS 青みたいな VS に変えておいていただければ。いや、いけるぞ。あ、誰来んなよ。頼むからアイテム来んなよ。頼むぞ、地獄やめろよ。待って。よろしく。来たんじゃない？来ないかな。来たんじゃない？しゃー。あー、いったか。スターで当たってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。え、二人とも光ってなかった今。あ、皆さんいらっしゃーい。いやー。ヒッポさんなんかいい具合にいましたね。ピカピカしてましたね。もうやっぱスターじゃないとね、日村さんやっぱ。いやのび太くんもスターになりますよ。ドドンと王冠。あ、しや。あれ、もしかしてみんな気づいてなかった？なんなら、あの編集でそこちょっとぼかし入れようかなみたいな。待って、あの、1位だよ。1位取ったよ。ふすいさんの頭の上にきっと王冠あるモザイクかかってるんで。認めないっていう。認めない。誰も。1位取ったよ。あの、多分ね、編集で思いっきりそこだけバッサリ。なんでなんでなんで。なかったことにされるという。なかったことにも。いやー。せっかくなので、いやいい、ね、17の方の機能を使ってみましょう。来てくださった方に、この、ポークというね、あの、コミュニケーションツールがあるので、使ってみるという。これちょっとまた YouTube の方にはないあの機能なのかなと思うんですけれど。そうだね。YouTube 確かないですね、そういうのは。YouTube だとね、多分配信者さんから声をかけないと、声でね、多分コミュニケーションを取るかなと。あとはチャット欄でやるかっていう感じなんですけど、まあなんか気軽なコミュニケーションツールが意外や意外17の方にはあるという。それいいっすね。そうなんですよ。なんか手取り早いというか、あの、ちょっとね、ちょっと2回連続1位取って、ちゃんと今度はちゃんとすごいねってみんなに言ってもらうんだ。配信時間と僕たちの投稿するね、あの動画にだいぶラグがあるんで、それは多分風水さんが1位になったところバッサリカットされる。そこだけちょっとね、機材故障みたいなね。してないでしょ、絶対してないよね。多分ブラックアウトをねしてもらってれば。珍しく今日1位取れたのに。珍しいよね。珍しい。なんなら12位の方が多いのに。あー、ちょっと待って、誰、ブーメラはあんまりよろしくないよ。あー、藤井さん、まあやばい、あーやっと壁つこ、イエーイ、分かってる。エルさんどこだ。エルさんはちょっと後ろに、あ、さっきやられた、やったっていう。当たれ。あ、外れた。もうやばい、何もない。守るものが何も。ゆうせいさん、残念っす。あ、ゆうせいさん。今、ヒボさん当てた。いや、当ててない、当ててない。後ろダメだもん。緑コーラ、緑コーラ、もしかしたら後ろに当ててんじゃねえか。なんかって、悪くないって。僕、悪くないよ。アルティスは仲間だから。あ、いいかもしれない。あ、ちょっと待って。アイテム何？アイテムか。なんかいた、エルザさん、エルザさんいた。ミドコじゃん。やっと。あ、さんさん。なんか後ろが嫌な予感するね。あー。やっと。もう一個抜ける。もう一個抜ける。スターか。よし。いやー。スターです。スターです。なんなの、僕ゴールの前で終了しましたって今出ましたよ。本当だ。強制終了か、なかなかですね。そうなんですよね。感これローカルだとどんな感じでしたっけ？最後までできるんでしたっけ？ローカル、なんかローカルは最後までできたイメージありますね。あ、どうもり、ローカルはね、できた。あー、そうなんだね。うん。そう、そこら辺やっぱレートセンシビアだよね。はい、強制終了って、はい、お疲れ様でしたってなっちゃう。その、この無慈悲な感じね。慈悲もなしで結構ね、切ない気持ちになりますね。そうなんですよね。すっとね、すっと
終わっちゃうから。さあ、筆記地の森のために、どう森当たってくださいと。全然気づいてなかったわ。あれ全然、結果としてネオクッパシティを選ぶっていうね。ちょっと、そこら辺は RTS 仲良くしようよ。筆記地の森応援して。筆記の森ね。筆記の森。筆記地ね。筆記地。そうなんですよ。なんか、動物の森やってたら、住民の動物さんからあだ名をつけられるシーンがあって。はいはいはい。ここがアルティースヒッポって言うんですけれども、なんか、それを何を考えたのかわからないんですけど、筆記地って呼ぶようになって。で、最初、村のほとんどがね、やっぱりそれはヒッポっていう名前で呼んでくれてたんですけど、なんか、シャープ12ぐらいまで重ねるようになったら、村の9割あたりが筆記地って呼ぶようになった。誰もね、ヒッポって呼ばないっていうね。名前の意味っすよね。名前って何だったんだろう。まあまあ、あだ名を付き合ってこそ、こう、仲がいいみたいなとこあるんですよ、きっと。あー、すごいな。コミュニケーション、振り寄ってくんな。あー、ここ苦手なんだよな。このステージむずいんだよな。なんで選んだろう。スリップストリームはよろしくない。前のリンクの人がめっちゃずっと赤コーラ持ってる。それ投げようぜ、怖いから。エルダさん、それは良くないよ。あ、スタンだった。持ってる持ってる。やばいやばい、逆転されてる。おい、やったやったやった。あー、でもキノコ持ってる。あー、終わっちゃった。距離はね、ここ難しいツルツルしてるから。よいしょ。あはーん、めっちゃスターやべ。あ、エルドさんあった。あ、ちょっと待って熱い。熱い。雨降ってんだよ。燃えた。熱いってどういうことさ。ファイヤーボール。これ別にここキノコあってもね、あんまりないんだよな。多分キノコ使ったら落ちるんだよね、これ。あー、ただ曲がりきった。落ちてた。結構落ちていくシーンは今回見てる気が。あ、待って、え、誰、何やってんのっすか。なんだ。ちょ、待って、ヒッポさん、エルザさん、はい、あなた方今何位と何位ですか。え、10位ですよ。あ、待って、これもしかしてビリ、もしかして、あー、ビリかもしれない。2人のさ、顔アイコンが他の団子のところよりだいぶ後ろにいるんだけど。いやいや、やっぱこっからですよね、こっからね。あ、キラキラキラ、あ、そう、こっからだから、キラー、みんな当たれ、よーし、当たった。あ、違う、来んな、ヒッポ。あ、でもね、キノコダメなんだって。加速アイテム、加速アイテム、加速アイテム、加速アイテム。あ、待って、落ちた。さあさあ、やばい。風水さん、覚悟できてます。覚悟できてます。いやいやいや、怖え。ゴールしてる。怖え、あぶねえ。いや、ちゃんと言った通り追い上げたんですけどね、やっぱ逃げられましたね。逃げますよ、怖いな。リカバリーがみんなすごいな。いや、てかあれですね、俺らやる前はオレンジ同士でちょっと盛り上がってましたけど、クソ底辺っすね。上がれない何かがある。上がれない何かが。なんならあれアイテム取れればいいぐらいの。ネオクッパシーにだってアイテムが邪魔だったからな。お任せ。いやー、なかなか。どうになるかな。行くぜ、ドーナツヘア。ドーナツヘアか。懐かしいな。お好きなんだよ。走りやすいコースか。どこだろう。吉井サーキットやっぱ好きだけどね。なんかマリオカートツアーやってから、あそこたくさん走ったから。馴染んでね。うん。あ、そういえばエルザさんはマリオカートツアーされました？あ、スイッチと、スマホのですよね。あ、そうです。あ、しました。もうなんか最近、年明けてからはマリオカートツアーやってないけれど、最初はちょっと遊びましたね。うん。うん、最初だけ。そう。もうあれ、マルチプレイってできるようになったんでしたっけ？あ、なった気がするよ。なんかその。あ、本当に？あんま確証のない情報だから触れずにね。はっきりとは明言しないけど。あー、ちなみにこれ今 200cc だからね。嘘だ、見てなかった。早いよ。
あ、ほんとだ、早い。あ、でもまだこのステージでよかったわ。これネオクパシリやったら地獄だったからね。それはそれでちょっと。まあ見たかったけど。あ、ちょっと待って、あ、難しいな。やっべ、超えるんかい、土管を。落ちた。待って、誰、赤コーン投げた人。許さないよ。これ、これ。あー、待って、難しいな。あ、早いゲーム取った。早い早い早い。あ、落ちた。落ちた、くそ。ずっと宙浮いてる。やばいよね。いやー、これ。車で走ってますっけ。乗る、乗り継ぎたい、ここで乗る、オッケー。アイテム取れ。ここ日本 CC 走ったことないし、なんだ、緑コーラうまいな。常キノコ状態だもんね。落ちた、嘘、ここ落ちることあんの。ちょっと待って、いや、1回落ちただけで11位、マジで。いや、早め落ちた。ちっつ、あれ、エイザーさん抜かすんじゃない。僕、順調にビリ行ってたんですけど。あれ、伏せた？順調にビリ行ってたんですけどね。あの、順調にビリになったね。5位、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 5位。いや、さっき1位だったのに、転落人生がすごいな。200cc はね、やっぱそういう意味では結構ね、変わる。世界が変わる。変わるね。待って、もうだってエルザさん、何位ですか今。今、6位やばい、待って、10位。だって1回落ちただけだよ。やっべ、あきら、エルザさんいた。いやエルザさんいた。今話しかけられた瞬間、一気にダメでしたね。え、雷あるっていう。ちょっと待って、エルザさん待って。あ、やった。10、あって終わった。12。いやあ、よかった。あ、はい、たぬきめさんありがとうございました。これ合流最後だったらしいです。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、面白かった。いや、わちゃわちゃしてるわ。もう勢い余ってヘッドホンとぶっ飛んでいったんですけど。私はね、ぶっ飛んじゃいますね、いろんな意味でも。本当にちょっと喋りかけて話せたら、それもそれでぶっ飛んじゃうし。ぶっ飛んでる。200cc、 ありがとうございました。楽しかったです。いやー、よかったよかった。どこやろうかな。なんかチーズランドもワリオ講座もやったしね。じゃあ、二次元マンションで、風水さんの、僕はね、あの、RTS で仲がいいから、僕はここで伝えておきますよ。風水さんは、類似マンションしてるっていうことをね。さっき、ヒッキーちゃん、教えてくれなかったけど。根に持ってんなぁ。根に持ってました。いやぁ。エルザさんは、最近の、最近の、レトーバーやスプラトゥーン。デスストアも、あれ、そうですね、デスストアもクリアして、で、コントロールもクリアして、今、スプラだけですね。あー、なるほどですね。RTS 的にはムーンライターを僕は最近始めたので。 あれ面白いでしょ。あれね、あれ面白いですね。ちょっと下手くそが出てますけど、あれ面白いですね。あれ、そういう手探りいいね。うーん、結構メジャータイトルばっか RTS 遊んできた感じなので、ちょっと今年はね、なんかそういう少しあまり馴染みのない、世間的にはちょっとニッチな感じのゲームに触れられたらなと思って。結構あれですよね、色が変わってきてますもんね。ああ、やっぱそうですよね。なんか自分たちもその YouTube で投稿してる動画とかをのラインナップを見てたら、結構いろんなのに触れてるけど、毛色もちょっと変わったなって2020年になって思うの。いや、あれですよ、スプラとかやっぱマリオカートだんだんってやってきてましたけど、まあ結構やっぱ年数経ってきたんでね。次また新しいタイトル、なんだろうな。やべ、すげえミスった。やべ、すげえミスった。団子状態。エルトさんいた、エルトさんいた、ヒッポさんもいる。なんか、スプラトゥーンのカートに乗られていたのに、あれはイルカちゃんか？あれはなんだ？
俺もちょっとバイクにしようかな。待って、あ、バイクいいっすよね。もともとバイク好きだったんですけどね。なかなか、ほっ、ここでなって待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 って、キラーすぐつけてる。キラーそんなショートカットする？待って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 、めっちゃ今飛んでいってて逆にこっちが焦る。キラー正規ルート走るのかなって思ったら、キラー今斜めでズドンって行かれたんで、あれって。マジ？そんなことあんの？あ、そう、びっくりしちゃう、今。じゃあ、フーサさん、ちょっと、バカ、フーサ。え、やめてエルザさん許さないわ。いや一人だけ抜けようなんて許さないんだからね。じゃあ、さよなら、フーサさん。あ、待って、ヒーバさん、バカ仲良し、どこ行ったの？あれ、エルザさん、どこだ？あ、いた。よいしょ。そこ、アイテム、キラー！あー、マジか。シャーターズ入ったー！あー、マジキラーか。待って違う、おかしいおかしいおかしい。待って、俺6位から11位って。いやー最後キラーに赤コーラに、なんかいじめ食らった感じですね。赤コーラを投げたらその罰を僕も食らうっていう、あのキラーに当たる。辛いわー、キラーは辛いよ。あ、りょうさん、こんばんは。いや単純に、なんか、ドラテクじゃない気がしてきますね、こうやってるとね。そうなんですよね。やっぱり、アイテムがね、一定の、その、ドライブテクニックが必要なんだろうなと思うんですけど、やっぱり、アイテムも、特にここら辺で、どうしてもアイテム必要になるのかなっていう。密集してるとここまでアイテム取れないんですね。そうなんですね。だからアイテムの確保、2個欲しいなって思って欲張っちゃうと大体2個取れないっていう、2と大物はみたいな、もうまさしくそれっていうのが1個あるっていう。なんでちょっとそこら辺は1個取りに行くみたいな。確かにね。クッパキャッスルの不人気具合がすごい。エルザさん、レート100。レートは僕今、あ、意外と上がってきてますね。1000、1人だけ1000ですけどね。1200、300ぐらいいきそうですけどね。上がってそこっていうね。6000から8000ぐらいが多いから、基本エルザさんのレートの6倍ぐらいの人を相手にしちゃうけど。だから1回の上昇率でかいはず。何の苦労もせず。開いた。いやー抜かしていきたいな。いい。いや、これを機にちょっと日村さん嫌いになりそうっすもんね。完全に日村さんが関係ない。関係ないはずなんだ。むしろ好きだったんだけど。好きだからこそ使っているのに。まさかここまでこういじめられると思ってもなかったんで。愛されキャラなのかもしれない。やっぱスターは違うなっていう。いや、できればあのバナナ引いて、あのバナナマンですみたいなことやりたかったんだけど。もうバナナすら引けないこの日村さんっていうね。当てられるのは当てられるっていう。なんならキノコって全然関係ない。あ、マッシュルームヘアだから合ってるっちゃってるか。こうなってしまうとご自身を使っていただければみたいな。キノコが足りない、よし自分を使おうっていう。キャラ設定が細かいな。細かい。アイテム。赤コーラくんな。ああなるほど、そういうコースがあるわけね。あ、ちょっと待って、アイテム取った方がいいすんな。いってくっそ、マジか。ヒッポさんいるじゃん。ヤッホー。エルザさん来ないでね、絶対だよ。いや、行くわけないじゃないですか、そんなこと。約束したから。よし。抜かれた。あ、ちょっと待って。なんなら今、ヒッポ君をそのまま列車ごと。アイテム取んなかった。じゃあヒッポ落としましょう。落としましょう。あ、ヒッポ11位っすよ。あれ落ちてやる。落ちる前に、もう落とす前に落ちてる。なんでセルフで落ちてんの。セルフで落ちるっていうな。
いろいろあったんだよ。画角外あったんだよ、いろいろ。いやてか1位早すぎる。ちょっと待って、あなた方めちゃめちゃ早いじゃないですか。待ってちょっと待った、パックンに列車に突撃させられたんだけど、俺の前でパックンめっちゃ使ってたのに。いやいや、ちょっと待って、危ない絶対敵だよね、パックンね。待って、エルズさん、まあ、当たらない、惜しい。狙い。いや結構団子になるな。いや密集しますね、ほんとね。なんやかんや密集してその団子が抜けられないっていう。あ、抜けられない。抜けたとしても引きずり落とされるっていうね。そうなんですよね。もうなんか怨念かのごとくみんな引っ張ってくるんですよね。やっぱ日本人特有の足の引っ張り合いが。ちょっと重たくなってきたから何か優しい会話を入れておきますね。あ、それはりょうさんが17ライブの方に見に行ったみたいなんですよ。あ、ありがとうございます。でね、ありがとうございます。システムがよくわからなくて戻ってきたって。大丈夫ですよ、RTS はあまりよくわかってないので。いやなかなかでしょ、17ライブの方も。いや、頑張って。こう認知度を上げていこうと新しいシステムとかね、多分考えられて導入されてると思うんですよ。やっぱ配信者の多くも、まあ、ニコニコか YouTube だと思うので。あ、なんでシステムがね、なんでしたんですか。偶然ですよ。偶然目つぶって目開けたらなんか僕たちも17にいたみたいな感じなんで。何言ってるかちょっと分かんないんで頑張りますね。いや、分かりませんね。あれ、エルダさんどこだ。あ、いた。あれ、クッパージュニアになってる。そうですね。で、なんと一気に10位落ちましたね。ダッシュできなくて10位ですね。いや、エルダさんめっちゃカート変えられてますね。ちょっと僕も次変えよう。なんか違うのになる。なんか試しに変えたらどうなるのかなみたいな。あ、そうですよね。僕もこの際だから全然普段使わないようなカートに乗ってみよう。あの、日村さんは変えれないんで、どうして、車だけでも。そうですね。日村さん、あれですか、あれ、これってさ、風星さん、さっき身長がうんぬんって言ってたけれど、体重ってこれ関係あったっけ。あるのかな。でも多分、大中小の3段階だけじゃないの、わかんないけど。なんか、あんまり変化は感じなかったですね、重さ。あ、そうなんですね。それこそ日村さんは、いや、まあ、あんま、なんかディスった感じになるとあれなんで、あれ、やや小柄の、やや横幅のある方じゃないですか。ああ、ぽっちゃりですね。あ、いい言葉、めっちゃ、いやー、ちょっと爆弾危ないって。あ、当たんなかった。惜しかったな。そう、なんで、そうなってくると、さっき身長の話だったら軽量級になるんだろうけど、ぽっちゃりだから、中、重じゃないですか。全部重量級になるんですよ、どんなに書いても。ゲームが日村はもう重量みたいな感じなのか。じゃ顔で判断もしかしたらされてるのかな。安心なことある。それ悲しい。顔認証システムみたいな、そういうのでもしかしたら。ああ、なかなか、なかなか。どうすんの、すごいさ、体型スリムの。顔だけ日村さんにそっくりの男性がいらっしゃったら、高身長スリムボディになったとしても、あれおかしいな、重量級だなみたいな。それ印象的ですね。大丈夫か、これ引かせるか。はい、でも取ってこい。待って、9位。あ、待ってコインって。エイジー殺しってこい。最後、ラスいやー、最後これじゃないんだよなー。あ、悪いね、すごいな。エルザさんいたけど、待って。よし。よし。あ、また申請来てたんで、ちょっと申請 OK しますね。お願いします。お願いします。いやー、やっぱ誰もまだ1位取れてないですね。ん？うん？うん、そ
ですよね。うん、そう、ま、なんかね、被りたいな。まだまだあの王冠をかぶってる姿をちょっと見れてないんでね。ちょっと待って。プーセンさんがめっちゃミーの方で主張してますね。ちょっと待ってって。いやでもやっぱ王冠欲しいな。いや王冠欲しいっすね。他の方がちょっと待ってって言ったわ。いやそれにしても意外とこう見ると青色って多いですね。そうですね、さっきまでオレンジ赤が多いかと思いきや気がつけば紫青で水色もいらっしゃるな。これリスナーさんですか。オレンジの方はリスナーさんなのかなっぽいですよね。はい、あとは青系よし、あ、レイロか、レイロか。いや落ちる未来しか見えない。レイロまた落ちるところなんだよな。よく宇宙空間で走ってんの。キノピオたちなんか宇宙服着てるのに僕たちはあれなんですね、野ざらしなんですね。あ確かに、あれなんかエルダさんが動いた。そうですね、早速落ちましたね。そういうことか。配信がなんかとかいう問題ではなく普通に綺麗に落ちていきましたね。スッとね。いやー、ま、よいしょ。ショートカットどこだったっけ。あ、フスさんの後ろついてきた。この辺落ちたナイスナイス。待って、あ、落ちた。いやー、つらいな。よいよいよい、ここまでは調子がいいよ。こう芸人としては落ちるのはこう、あるまじきのね。あ、帰り方よいしょ。いや、ちょっと待って、2位なんですごい押してんの。やっべ、12位下じゃない、下の方の復活させて取ってるじゃない。アイテム拾う、買う。あんまよくわかんない。このアイテムたちで、なんとかしていきたいな。ペタタンカ取ってこーい。バナナちょっぱい。あ、ここ落ちるね。めちゃくちゃ落ちる。ここ落ちるな。いやー、キラー、こういうステージのキラーすげーありがたい。難しいところだったなおさらね。多いよね。あー落ちるね。これレート戦ってあれだよね、ステージここら辺はお願いしますダメですとか選べないよね。選べないと思う。そんなだって自分の得意なステージだけやったらね。そうそうそう。じゃあここだけでお願いしますっていう。待って、うわ、ラストアイテム取れなかったのはすげえ痛い。一歩さん当たれ。何？危ない。あ、いいかもしれない。当たれー。いや、当たんねー。くっそ。これほんと難しいな。こうあれなんですよね。ややもするとずるっといっちゃうから。スリーパラダイスさんに。いやなぜパラダイスさん全然追いつけない。早いなみんな。やっぱ走り慣れてる方早いですからね。なんかコース取りというか慣れてらっしゃる。ワリオスノーマウンテンはなんかダートによく入るので、いいでしょ。で僕はプクプクビーチでというわけでカード変えましょうか。お、なすびさん、ラストですね。フレンドさんだったのかな、もしかして。あれ？ない。あー。バイクがなかった。お、アイアンマンがいる。いいですよね。どうやってあー作れるんだろうってなる。あの目絶対
眉毛ですよね、絶対あれ。眉毛ですよね。ではどこ、あれかな、ほっぺの部分。いやすごいな。いや、時々解読不可能な顔をされてる方がいらっしゃって、デザインとしては完成されてるのはもちろんのことなんですけど。いやいやいや、すごいな。何がどうなってるやら。なんか、マイル。日村さんがちっぽけに見えてきますね。いやまだ人だからアイアンマンにいたじゃん。ちょっとね、外装ですからね。あれ外装ですからね。なんなら先ほど申請いただいたガルムさんという方、フレンドさんですね。はい。ああそうなんですね。そうです。先ほどよう作るなと思って、やべ、アイテム取れなかった。マリオカートをやってるときは、その、やっぱ、ミーを見るのがやっぱ楽しいですよね。うんうんうん、普段、こう、スプラトゥーンをやってるユーザーからすると、あまりこう見ることがないので、確かに。なんなら、見た瞬間、こいつブロックしようっていう感じですもんね。スプラは何かとちょっと、そういう感じですよね。ミー見たときっていうのは。もうほぼミー見ることないので、フレンド申請か、まあ、またフレンドがさよならするときなのかなと思いますけど。そう、だからマリオカートは、あれですもんね。やっぱこう必然的に見るから。そうだね。そういった意味では、よくできてますよね。まあ、マリオカートくらいじゃないですか、こんなミーちゃんと使うの。動物の森とかってミー使えるようになったら面白いのにね。確かに。あ、でもさすがにそれは、なんかまた、あれかな、別ゲーになっちゃうのかな。友達コレクションになっちゃうね。そう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 。そこら辺のこうなんかブランディングワーカーを押しとくの。みんな俺に辛辣じゃない？なんか知らないけど1位になってる。おお、なんか知らないけど12位になってる。おっと。じゃあちょっと足の引っ張り合いを。危ない。やめて。あーバカー。待って、なんでそんなことすんの。あー、ピルさん。待って、あ、やっ、よしよしやったー。なんで最後の最後で。ワイルズすげえ。いやー、2位取れた。何やってんねん。いや、あれたまたま投げたら当たったんですね。当たりましたね。いやー、もうちょっと日村が王冠かぶるとこだったな。乗りそうだもんな。なんか、ミーが王冠かぶってると、あんまりこう、すっぽりはまってない感じするけど、多分あれ、日村さんにかぶせると、はまるんだろうな、綺麗に。多分、キングオブコントで勝ったぐらいの。優勝してる。優勝して。あ、飛び盛りで、ミー使えましたよって、チャットの方からできてますね。あ、そうなんですか。これ、のび太くん、いけるのかな。あれ、日村が行くになるのかな。日村が行く人をつもり。普通にテレビ番組ですもんね。それはテレビ番組ですね。おお、それこそ肖像権があるからあれだけど、まあ模型かけてやってたらなんかそういう番組なのかなって、非公式の番組なのかなって思っちゃってみたら、エルザさんが喋られてるっていう。あれ、日村さんはって。ただの危ない動画になりますからね、日村さんにモザイクかけたら。そうですね、まあ、ちょっとあまり日村さんにモザイクをかけるのはね、ちょっとできないんでね。こんな芸人さんについて語るコラボ配信ある。あれでそれを狙うかのようにエレザさんが準備されてきたんでね。おお、エキサイトバイク、うん、せっかくなんでね、なんかネタをねぶち込んだ方がいいのかなと。ミーでぶち込むのしてなかったな。なんかミーの話をした時にエレザさんすごくキラキラされてたんですよね。どういうことなんだろうと思って、見てそこまでキラキラすることも、でも楽しいからいいかと思ってた。そういうことか。そうです、そうです。ネタをなんかぶっ込むには面白いよなと思ってて、で、結構これ、好き好き出るじゃないですか。例えば、凝った場合。そうですね。だからそこで、こう、お二人は何を出すのかなみたいな。あれ、ちゃんと、こっちがている可愛らしい気を持っていこうと思ったら、まさかネタぶっ込まれてくると思うんだよ。だから。そうですね。だから、打ち合わせの時に、あれ振ったんですよ。なんか、あれですねって、なんか、凝るのもありですみたいな、笑いに振るかどっちかですよねみたいな話したのも、おっしゃってましたね。めっちゃ振ってたんですよ。やられちまったわ。あら、この緑、青色は、だよね。青色、あ。あれ、今、ボム兵使わなかったですか。ボム誰？
いや、俺ですね。あじゃあ、あの、ごめんなさい、引火させました、フラファイヤーで。いや、ダメだ、危ないって。したでしょ、いや、僕それ食らいましたからね。一歩寄ってくんなよ。なんでみんなで足の引っ張り合いしてんだ。いや、普段ならボム兵あんなところで爆発しないのになって思ったところで変に爆発したから何なんだって思った。そういうこと。誰かが突っ込んできたのかと思ってたわ。そういうこと。そうです、ファイヤーが。ちょうど導火線に火つけて。さよなら。テレサ行ってこい。あ、当たんなかった。あ、いるぞ、いるぞ。あ、ここ、つらい。あ、きついね。ちょっと待って。ひぃーなよ。来ないで。みんなコスタントあと狙ってない。おお、えいっやった。危ない。疲れただぞ。いやーこれなー。ラストアイテム次第。ダブル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 。キノコキノコキノコ。お、スタ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 。スタントキノコ。おお、エルダさんもうなんかも垂れてる。追いつかない。危なかった危なかった。じゃあ3位へ。あ、風水さん前かいい。いやー表彰台に登りたい。表彰台に登りたい。表彰台があるのかどうかもちょっと。表彰台存在すんのかな。さてさて、どこ行こうかなあ。いや、まあすごいな。かっこいいな。こね、お任せに行ってみよう。おまか、あー、そう、あ、平方コーナー走ってるから、僕は平方コーナーにしよう。そうか、平方コーナーやってなかったか。まあ、苦手だから。そうそうそう。あー、どこになるかな。そう。ピーチっぽい気もするな、この割合だと。なんかあれですね、これほどドキドキしないルーレットはないですね。何も感じない。あ、そういう感じなんですね。よし、わかりましたっていう。むしろあのほとんどのコースが新鮮なんで、あ、どれでもみたいな。ここ2回目ですかね。あ、ここそうですね。よーし、おいぜ。やっぱバックダメか。エルダさん、めっちゃギリギリを攻められた。やっと落ちた。落ちるんだよな、最初。エアもすると。結構きついですよね。きついですよね。てか、バナナ当ててきましたね、しれっと。止まってるやつ当てちゃいましたね。あ、当たったって思って。きれいに、さって当てて。よいしょ。スクラトゥーンだったら、絶対に。何かしらで映る機会ができるけど、マリオカートだと順位空いちゃうと映らないからな。なんなら誰も見ないっていうパターンも結構ありますよね。ちょっとエルザさんが目つぶされた。あ、そこのショートカットね。なに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 、誰誰誰、えい。あ、エルザさん、あ、エルザさん、どうもどうも、挨拶を。この日村さんっていう圧を。いや、主張が激しいな。のび太くん、そこにただいるだけみたいな。おっとー、あれ、風水さん大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、あ、いや、なんだ。かっこいい。1早い。これアイテム拾って。これ1位、やばくないですか。やばいっす。1位。あ、待って、日村さん、日村さんじゃないわ、エルザさん。頭近い、一歩の会話に頭近い。え、どないしたんすか。寄ってきた。肩すり寄せてきてるよ。あ、待って。まさか、まあ、同じ3文字だとしても日村さんって。これ、ゲームに集中してっからな、今日。日村さん、今何位ですか。日村さん、今3位です。日村さん、早い。8位だ。あ、7位になった。8位になった。待って。よいしょ。あ、これ、これ。よくない。いやー、これ、1位が遠いな。1位は厳しい。
1位厳しくてアイテムがすげえ強いもんだって。あ、2位とかね。あ、上位でも。なんなら風勢くん、しれっと。しれっと。しれっと抜いたー。8位。いやあ、表彰台じゃん。あ、ほんとだ。やった。なんか、みるみる下がってんだ。リッパさん。怖いな。やっぱピンクですかね、そろそろ。そうそう、ピンクですか。次回のなんかはコラボするとき変わってるかもしれない。ああ、これピンク増えたね。ピンクだな。いや、双子がいるな。なんかいいな。シンプルだけど可愛いデザインだ。うん、なかなかいいですね。あの目がいいですよね。あんな顔あったっけ？鼻はどこに行ったんだろう。あ、違う。惜しかったか。美味しかった意味。今日もちょっとダメだな。頑張って、一歩。あ、初見さん、いらっしゃい。いやー。いらっしゃいませ。確実に、さっきの、エルザさん、日向村さんって言ったのは、編集でカット、カットっていうか、まとめますね。恒例のまとめ動画で。何がよろしくないって、それこそアイアンマンさんとか日村さんとかが、あれ、レースあるじゃん。あのコースのところに顔が映ってるじゃん。そうね、エルザさんに話しかけようかなって見てたら、そこにある絵はエルザさんじゃなくて日村さんだから。日村さん。喋りかけちゃった。そこにいる方に喋りかけちゃった。日村レトさん。日村レトさんだから。日村さん。いやー、でも、日村さんのモノマネしてたら、日村さん何もないんですよね。名言とか格言とかなんかあるかな。いや、牛の真似とかぐらいですよ。待って、これミラー。あ、うん、いいぜ。いや、そうそう、ミラだよ。あ、ミラっぽいですね。アイアンマンだよ、アイアンマンって名前なんだ。いや、名前ちゃんとありますからね。まあ、ただのヒーローになってるから。出来上がってる。全てが世界観が出来上がっている。いや、最高。じゃあ、風水君、あ、あぶねえ。あ、危なかった。バナナ、バナナ。あ、木、エルダさんが木に当たったってシーンを見たと。ガン。待って。あ、待って、これ。よしおだよ。いやー、いやー、前に来たらやっぱね。いや、直線入ったらコーラ当てれるんだけどな。アイアンマンがデザイン1位だ。いや、早いんだよね、みんな。地図の時の顔の目立ち具合がね。すごいよね、あれ。すごい。一人だけ違うもんね。もうなんか、そういうキャラクターがなんか異色で入ってきたのが参戦みたいな。もう一人だけマーベラス。そうなんですよね。アイアンマン参戦になってるからね、マーベラス。任天堂じゃないな。任天堂ではないな。コラボしましたかっていうぐらいの。そうだね、そういう勢いなんですよね。さらば風水、さよなら。危ねえ。後ろ投げとく。すごい、ブーメランとか、甲羅とかをアイアンマンさんにすげえ当てちゃうっていうことになって申し訳がなかったの、今。なんなら逆に打ちそうなぐらいの。あ、待って、バカ。あ、一殺し。いやー、一殺し。これで詰まるかな、さ。でかいんだよね、今さ。詰まるなー。でかいんだよな、騒ぎじゃないでしょ。もう相手ゴールしてるじゃん、もう、気分的に。頑張って。よっしゃ、三段回避。よかった。あ、風水さん。あ、エルザさん。相手は取れなかったし、なんで。だね。よっしゃー、1位。マジかー。6位、待って。よしいやー、雷は避けたんだけどな。サンダー回避ありがとう。いやあれ、ヒッポさんどうしたの。あ、ヒッポさんいらっしゃい。ゼロ1個多いじゃん。いやー、面白い。これ、あれですね、ずっと12位走ってる方がちょっと気が楽そうですね。いやあ、これやっぱ最後行けるっちゃうんだよな。なんかいいとこ走ってると掴まれるんですよね。そう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 。どこ行こうかな。今ね、はい、風水画面ね。はい。
王冠かぶった俺の後ろにエルザさんとヒッポさんがね立ってんの。おうマジで？あ本当だ。あの今ね。下下。これサムネですね。違うよサムネにはならないからね。オレンジ車両を下返し青色になってるから今構図的に。認めない。僕の画面だと一番右端にいるんでそこだけカットできそうなんですよ。やめて。あ本当ですね。とかモザイクとかやめて。モザイクかけていただいて、ていうかもうなんか色塗ってあの消していただいたら、あの韓流芸人みたいな感じで映す価値なしみたいな。雑に黒色でね。雑にもう黒でいきましょう。処理すらしてもらえない。適切な処理をしてもらえない。黒の太でね、太い黒でね。いやバッてメタ塗ってね。なんなら画面ごと切ってしまっても。やめて。いやーでも2回取りましたね。ね、お2回消えるチャンスがあるわけですね。2回に全然勝ったやん。いやまあ2回これだって今完全に頭一つ抜けてると言っても過言ではない状況になってしまった。申し訳がないね。オレンジ組の皆さん気に回してるぞ。気に回してるぞ。いろんな大丈夫。いやあのこっちにはリスナーという味方がいるからね。生きていけるか。ダメかもしれない。ダメかもしれない。ダメかもしれない。ちょっとあれた場合はあの謝り強行するのか。でも今日調子いいな。いつもひどいから珍しく調子いいな今日。危ない危ない危ない。それは前からこう思ったんですけど、コラボの時にヒッパさんが、はいはいはい、ヒッパさんが多分ヒって言いますよね。風水さんかな。いや、ヒッポさんだね。あのそっからヒッポさんって取ったんですか。やっぱ笑いすぎとってしまった。ヒッポさんのヒとかヒッポさんのヘポとかあの辺は多分あれ後付け設定でしょ。あー後付け設定言うな。キャラを作ってるみたいになってるでしょ。何言ってるんですか。違うの、作ってるんじゃないの。裏の姿やばいっすもんね。いやー待って。大体一緒。変わらないヒッポがそこにあるだから。いやーライトはやばい。ちょっと待って話聞いて。いやーこちゃった。みんな話聞いて。いやーここキノコ地獄やな。あそれこそエルザさんの名前とかルーツとかってあるんですか？ありますありますよ。おかあのそれこそ漫画のフェアリーテールの、エルザ・スカーレットって名前で、もともとあのマシマシケロさんの作品がずっと好きなんで、はい、そこからもらってます。はいはいはい、ああなるほど。まんまだとちょっとあまりにもなーと思って。あ、スターボスさん。待って、誰？で、ちょっとまずいのか。やべ、落ちた。待って。待って。ラストアイテム逃すとかやめろよ。いるぞ。これはいるぞ。俺次第だぞ。ちょっと風船さん、そのままちょっと落ちましょう。落ちたね。待って、エルザさん置いてかないで。いや、後ろから追っかけていったら、綺麗な弧を描いて、そのまま。曲がりきれなかった。やってます。全然曲がりきれなかった今。いやーいい感じだったんですけどね、スピードが。あのまま行けばもう一人ぐらい抜けた可能性もあったんだけど、一もあらず。さ、2人ほどフレンド申請今 OK してます。ありがとうございます。ございます。あ、一歩は。ね、なんか気がついたらその名前にしようってなってたよね。何なんだろう、知らない間に降ってきたみたいな。一歩ね。なんかゲームをそれこそスマホゲームとかで名前をつけることが多くて、モンハンとかですかね、なんかそこら辺でなんかない名前ないかなっていろいろ考えた結果、はい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 、降ってきた。確かにモンハンとかあの時も全然名前違いますもんね、もともとゲームの名前は。そうなんですね。もう本格的にその YouTube を始めようかなっていう時につけたぐらいです、名前は。そうなんですね。じゃあ僕たちは結構そういうゲームの時から
アカウント名もずっとそういう感じでやってて、うん、へー、まあ、実況をスタートさせるときはもうそのままでいこうかという感じでスタートしたので、風水歴長いね。ヒッポもそうですね。おー、それこそスマホゲームが台頭し始めた頃ぐらいからはずっとやってる感じなので。であれば、あれですね、もう結構名前に愛着が、愛着もあります。呼ばれ慣れてる感じもあるから。呼びやすいですよね、見てる側からすると。まあ、ヒポとかね。なんかニュアンスがね、響きがね。いや、一番いいのヒ、フって通じるじゃないですか。それはあります、それはあります。あれいいなと思って。YouTube のコメントの時に、僕たち一応担当というか、それとき、それぞれの、あの、返すときっていうので、カッコヒとかカッコフとかにすることが多いんです。あれ見てるとやっぱなんだろう、僕あのエルザだけで行こうかなと思ってたんですけど、レトさんですもんね、はい、呼ばれるとき貫禄出てるなと思いながら、あ、そのそっちで呼ぶとあれだなって思って、あ、てか最初にツイッターで DM やってるときにどっちで書こうかって悩んでレトさん、エルザさんってなった。あの、僕としてはエルザでやってるんですけど、なんかレトさんの方が呼びやすいみたいですね、やっぱ。あ、出しやすい音なのかな、定着してる人もいる。2文字だし、文字数かな。あ、文字数ですかね。レトルん、レトル、レトルトちょっとちょっと動揺しちゃったじゃないか。動揺して逆半切っちゃったじゃないか。とかね。あれ、ほう、エキサイトバイク、あれだな。あれ、これってファミコンのゲームだっけ。これファミコンですね。なかなか。あれに入ってました。任天堂のこのオンラインのやつで。エキサイトバイク。いや、どうだっけな。入ってなかった気が。ちょっと触れてみたいな、このこのゲーム、あれですね、ひたすらバイクをジャンプさせるって感じですよね。あ、ジャンプゲームなんですね。レースじゃないんだ。いや、レースなんですけど、なんかほんとジャンプして加速させてみたいな。あ、へえ。結構あれですね、なんかほんとシンプルな昔のゲームって感じですね。イメージ F0 みたいな感じのゲームなのかと思ってました。F0 なかなか。ああ、でもなんか一直線走る系の。ああ、いや、ゲームだと思う。一直線といえば一直線ですよ。横画面ですもんね。んー、あ、横画面なんですね。俺も縦にこう上から俯瞰で見て縦に走る系のレースゲームかと思った。F0、まあ、F0 はあれかな、今みたいな感じだけれど、なんか昔のカードゲームって真上から見る系が多いのかなって思ってたんで。横か、だからジャンプ、そうか、ジャンプができるのか。そうです。でミスるとそのまま転倒みたいな、あのなかなかハードな。今あの何名かフレンドさんが入ってきてくれるみたいで、感染してるみたいです。お、ありがとうございます。ぜひ遊びましょう。RTS ヒッポです。今だと11人だから少なくとも1枠は空きますね。空きますね。これでできれば。いやー。ミラーか。ダメだ。無理だ。サンシャイン空港走り慣れてるからさよならしちゃう。ここは全然ちょっとわかんないな。今ミラーになったステージ想像したけど、どっちだ最初、左か左左で右に出んのか。オッケーオッケー、いける。結構プレイ歴長いでしょ、大丈夫ですか。サンシャイン空港のミラーでも全然走ったこと記憶ないぞ俺。もうないね、だって違和感がすごいもん僕は。うわ、すげえ。あー、すごい違和感。このステージはさすがに覚えてるから違和感がすごい。ちなみにエルザさん、違和感の方は。え、違和感すらないんすよ。目の前にあるステージをただ走り抜くっていう。古杉さんも同じこと言ってたからな。いやー、単純にこれ普通ですよって言われても全然騙されるぐらいの。それぐらいの感覚では。
ガードアイテムが欲しいな。いやまだまだマリオカート8デラックス人気なコンテンツだと思うから、ツアーでやったステージとかなんか課金コンテンツでもいいからやってほしいけどな。確かに。ニューヨークドリームとかね、あそこへ名前違うかもしれないけど、なんか東京タワーとかスカイツリーとかは見えてた、あれとか。やべ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 、あー自分で出したバナナに自分で当たった。あー危ない。そんなエルザさんが目の前にいる。そうなんですよ。追いつきたいな。ただこの状態はまだアイテムが出ない限り怖いですよね。そうなんですよね。ちょっとまたこれディフェンスにも、意外とキノコ上位に行ったバナナがある方が、そう1回防げー、何もない時の不安がやばいもん。うん、今右手に日村さん間違いキノコを持っているけど、うん、自分のキノコをねちょっと使ってもらって、あはははは、バカ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 、待って待って、緑コーラ読めないんだよな、そこら辺の感覚がないからさ。あ、惜しい、エルズさんじゃない人に当たった。めっちゃ狙ってたの今。よいしょ、K1 位出たぞ。あ、ここね、 あ、1位、1位ですよ。アイテムやめて、アイテムやめて、え、ちょっと待って、ほんとやめて、そういうの。ふじさん、落ちたね。こういうとこで落ちるとめっちゃ食うんだよ、時間。そう言いながら。あ、いってばい、許してな。くっそ、待って、エルサさん、それ。いやー、取れなかった。バック。いやー。まあ、言ったな、団子やったな。ギリだったな。いや、1300、もう、マジかじゃないですか。いや、なんだかんだ、なんか、サービスのポイントが多い気もしますけどね、これに関しては。いや、ドッカーン行っちゃってますからね。いや、絶対普通入らないですもんね。あ、どこ行こっかな。の、あ、まだ1回もしないからな。あ、E の顔ぶれがごそっと変わりましたね。いい感じですね。なんかすごい目がキラキラしてる人が。つぶらな瞳だ。純粋無垢だ。輝いてる。笑顔が素敵。色、こんなに、あれなんだな。色とりどりなんだな。茶色とかあるんだね。ブラウンかな。ああ、そう言われてみればそうですね。ですよね。あ、黄緑もあるんだ。パステルカラーも結構揃ってるんだな。黄色あれば、黄色もしてみたい。最近なんか黄色色の服を着ることもあるので。ほう。あれ？そうなんですね。なんか。黄色に転向ですか？しませんよ。何をおっしゃってるんですか？オレンジですよ。危ない危ない。いやいや、概要欄。自分で黄色推しを言い出したんですよ。いや、違います。あら、なしですよ。だんだんその赤色っぽい要素が抜けていくんでしょ。色素がね。色だけが残る。そのまま黄ばんでいって茶色になるっていう。今さん動揺してたな今。いや俺っすね今ミスった。オレンジのもうね大体一緒なんですよ今エルザさん多分。後ろ姿じゃわかんねえわ。ビートルのやつ多分乗ってると思うんですよ。ここも同じやつにしてるから。あ、そういうことか、だからか。あー、なるほど。かぶって後ろから見たら多分一緒なんじゃないかな。中振りじゃん。もうバックミラーで見てもらって、顔の確認してもらって、でっかいパンかって。いって、上、ちょっと待って、誰、あら、ヒッパさん、なんか透明になってました今。そうですね、キノコ引っ張ってたら何の意味もないですよね。ぬるい。待って、当ててくるなー、やっぱ当てるし、みんなアイテムの運いいし、エルダさん目の前にいるし、エルダさんキノコ持ってるし。いや、ちょっと待って、いや、そもそもね、キノコの使い方分かってないから。今ちょっと見て、あ、そこかみたいな。ちょっとその後、はい、抜けてく、使う、みんな早いって。いやー、これ
ショートカット覚えないとなかなか辛いですね。今更だけど。このキノコのそうですよね。機械どころとか多分あるんですよね。あ、やばい。あ、やばい。やられてますやん。悪いことしてないのに。いや、君は悪なんだよ。悪の塊ですもんね。あれおかしいな。結構猫かぶってるんだけどな。いや、自分で言っちゃってる。さ、何位？いや、めっちゃ落ちた。7位か。めっちゃ落ちた。10位。成敗された。アクア、成敗されるっていうね。これって何位から点数下げられるんですか？レートによりますね。あ、そうなんですか。道理でほとんど上がるわけですね。僕だともしかしたら5位とかからでも下がるかもしれないです。お父さんは表彰台に乗らなきゃダメだって。やっぱり静香ちゃんみたいなアイドルの方がいらっしゃった。あ、本当だ。やっぱその距離感が、ね、2人の関係性を日村さんと隣り合ってますね、こっちだと。ちょっと待って、ヒポさんが静香ちゃんの方にナンパしに行きましたね。やろこっちじゃ全然違うからね。待って、エルダさんの方どうなってんだ。僕の画面は完全に、ただ真ん中でボケってしますね。ああ、そういう感じですね。ああ、オッケーです、オッケーです。特に何もなく、ボケるわけでもなく。なるほどね。RTS 風水の方の画面は絶対ミスダメだからな。残ってるし、配信もしてるよ。アーカイブ投稿するよ。いや、だから分かんないんだって、この絵面、マジで。ほぼ一緒。ビードル、ビードルの前に赤色のビードルもいるからね。さあ、どれでしょうって。仲良しか。待って、これ、200cc だな。早い。早い。壁にめっちゃ当たったよ。ねえ。衝突だよ。この落差きついですね。そうなんですよね。110と比じゃないですよね、これマジで。うん、カードの感覚が本当違いすぎて。だ多分軽いダートだったら飛び越えれるんですよね、200だと。あ、待って、落ちちゃうよ。なんで？キノコ必要なショートカットがキノコ足でいけるみたいなのがあるっぽいから、知らないしな。ヨッシーサーキットのアスコとか飛べるのかな？飛べるはず、多分キノコの足で。でも、この間やってみたけど無理だったんだよね、俺だと。やっぱもう、ほんと、まあ、局所的だけど、できるところ、まあ、なんてさ。じゃあ、赤コーラを振り切れんかったか。うわ、マジでむずい。いやー、難しい、これ。いや、一応、耐えて。ピンクの人。ピンクの人。ピンクの人。双子の方かな。あ、ちょっと待って、髪に当たる。この…ダーキラー超ダッシュからのジャンプはきついな、急カーブの。急カーブ難しいですよね。やだね。あー、キラーやめてー。あ、キラー来た。ちょっと慣れてきたのに今。ムズイさん、めっちゃ白じゃん。違う、事故ったんだって。エルさん、でも今俺、加速アイテム持ってるんでそっち行きますからね。あー、お待ちしてます。会いに行きます。めっちゃすり寄っていく。え、ちょっと待って、嘘だろ。ジャンプ台で飛び越えやがった。くっそ。待って。そう。めっちゃ速いんだ。あれ俺今、あれ俺エルサさんのスター取った。普通に。今俺エルサさんのスター取りました。せっかく残してたのに。え、そんなことできんだ。8でしたっけ、あの一番いいやつ。イラクル8の。あれ引いて、スターだけ綺麗に取られていくっていう。スターを持っていっちゃった。あれ奪っちゃいますか。すいませんでした。いやいや。いやー。曲がらんな。あ、エルトさんいるって思って、スーって寄っていったら、なんか光って自分がスターになるっていう。いやー、難しい。いや、200cc はえぐいな。ほんと、コース次第っていうのがよくわかりますね、200は。無理だな。1回目の 200cc はまだできたけど、こっちも全然もう全然ちょっと壁突っ込んでた。 200cc 別ゲーっすよね。
別ゲーですね、やってみて。いやー楽しい。いやー何このあれ今落ちてた、誰か、俺が落ちてたのか。どうしたの、みんないます？あ、いますよ、いますよ、いますよ。もしもし今なんか急にやったらみんな静かになったなって思ったら俺が接続中だったっぽい。あ、本当に。でもみんな静かだったよ。え、何、疲れてる？大丈夫大丈夫、元気だよ元気。さあ頑張っていきましょう。何を言うか、風水さんびっくりするわ。もうあの1週分ぐらいちょっと休憩してもらって。なんかすごいな。あ、いや、落ち着く速さ。200cc はちょっと心中が穏やかじゃないから、頑張った後みんなフーってなっちゃうんだよね。あ、風水さんさよなら。ビードル増えていってない、なんか。いや、今あれだから、界隈で一番人気なのはビードルだから、きっと。だってドンキーも村人もビードルになってたでしょ。多分視聴者さんですよね、きっと。と、とね。俺、人生で一回も使ったことないけど、ビードル使った方がいいの、これ。あ、そういうこと？あ、リスナーさんが寄せていってくださってるってこと。いや、これで、前回もさ、武器を寄せるノリあったけどさ。あれ、ひどかったな。チャットが若干、あれ、これ本当にいいんですかみたいな。そうか、そういうのあったな。先月そういうことあったな。何、1ヶ月ぶりの2回目みたいな。じゃあ、お久しぶりなんで、皆さん合わせていきましょうか。よーいしょ、みたいな。多分このノリを言っちゃったことによってまた増えるんだろうな。だいたいわかる。どの方がリスナーさんなのかっていうのがよくわかる、ね。まあ、ビードル乗ってるやつリスナーさんじゃねみたいな。寄っていくっていうね。危ねえ。危ない危ない危ない。さらば風水さん、当たれ。やめろ、危ねえ。あ、これ見て、あ、これ見て。あら、このとこ飛ぶとこあるんだ。飛ぼ。よいしょ。寒い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 。最終ラップ調子いいよ。いやー、あ、2周目か。あ、やべ、ダート入った。ここはダブルダッシュで慣れてるからいいよね。これダブルダッシュのステージだっけ。さらば風水さん、こんな話を忘れている君にはバナナバーッ。待って、誰やかこら。悪いことしようとするから。わー、ちょっと待って、ちょっと、今のは審議、今のは審議、悪い意地の人。俺今後ろいなかったじゃん、なんでバナナ当たんの。当たれ、俺の気持ち。ゆうちゃさんが現れた。そうだね、後ろからめっちゃスターが来るんですよね。もう怖いですよね、ここら辺になってくると。うん、えい、当たれ。あ、いやー、当たった。8位だ、頑張って、ヒッポ頑張って。おー、やった、サンダー回避。サンダー回避しての、まあ、よし。お、3位になった。あれあれ。あら、あら、あれあれ。帰ってきたね、一歩さん。そうだね、帰ってきたね。あ、二人とも2位3位で。テザさんの画面見てると、あれ、自分のあれがサムネイルになってるのかなってこう思っちゃうけど、これそういうわけじゃないんだよね。そういうわけじゃない。やっぱ、ふずさんが言ってることは確かにそうかもしれない。エルザさんと僕、後ろのシルエットほぼ一緒かもしれない。一緒だよ。ほぼ、ま、全く一緒だよ。一緒だよ。だから今、一歩さんのミーは、日村さんと、一緒だからね。ドラゴンロード走ってない。ドラゴンロードにしよう。まあ、でもあのヘルメットかぶった時点で頑張って作った意味何もなくなるんですよね。頭が大体失われちゃいますからね。もう完璧にただの人みたい。そうなっちゃうんですよね。だから分かんないんだよ、後ろから見ても。でビードルのオレンジで見てたのに、もうかぶってる時点で俺は判別つかないからね。これからは。お、ドッスン遺跡だ。おお、これは今日初ですね。これはそうですね、今日初ですね。マイル、あれ、フィジちゃんバイクになってない？バイク、だいぶ前からバイクだよ。全然俺の話聞いてないじゃん。なんかごめんなさい。あら、今日で解散っすか？審議入ります。審議が。審議入ります。ちょっと審議入れて、ね。ヒポさん、あれ、この配信終わった後会議な。会議。
通に会議をするはずだったけど、違う議題案になるからやめていただきたい。今後の進退について。進退やもう RTS とエルザさんの仲がうんぬんでコラボが行われるかどうかって話してるけど、そっちが、そこが怪しくなってくる。なるね。今度ソロですみたいなね。ソロでヒッポ風水エルザさんによるコラボみたいな。そう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 。あれ RTS という冠はどこに行ったの。いやー痛いな。待って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 、怖い怖い怖い。いやいいね、このステージ調子いいよ。あ、絶好調のビリーですよ、こっち。挟んだ、来た。あ、やばい。大体調子よくなくなるんですけど。アイテムがサンダーの時期のなさよね。うん。ね。プロ失っちゃいますもんね。コナラーかコーラ。もう。なんで潰すの、なんで潰すのみんな。あれなんか悪い字めっちゃ増えてんな。やっぱ人気なんですね。レート帯だと結構。キャラさん人気すること多いんやね。カートはわかるけどさ。キャラさんあんのこのゲームって。あ、どうなんだろう。体格だけじゃないの、体重あんの。 あるんだろうね。重さがありますよね、能力でね。あ、あるんだやっぱり。俺全然そこ気にしてなかったわ。多分当たった時、じゃあやっぱ日村さんの方が当たった時は多分吹っ飛ばしですよね。そういうことだ、なるほどね。でもね、ぶつかる相手が目の前にいないっていうね。やってたよ、痛いって言うな、マジで。そのタイミングでサンダーはダメだって、ほんと。あー、待って待って待って、誰切ろう切ろう、待って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 抜かさないで、置いてかないで、悪いし。いい注意だ。いい出しちゃったの、最後恋だったのに。ラストサンダーきっついわ。えら落ちたって、えら落ちたよ。ヒッポさん落ちてんな。何落ちたって。いやこの落差すごいですね。いやもう3周目でアイテム引かれるとちょっともう、ガッて一気に落ちちゃいますよね。当たり方に。当たり方がもう。あのスター持っててサンダーでやられた時の絶望感。使っておけばっていう。そう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 。あとちょっと早かったら。おーし。またミーの雰囲気テスト変わってんな。さてどこかな。今ピンク赤オレンジ系多いね。そうだね。一時前だと青だったのにね。よーし。よしよし、やりますか。ああ、この部屋も長々と残ってるから、風水、エルザさん、僕っていう、こう、並び順がね。ああ、そうそうそう。そういう順なんですね。そうですね、部屋がこう残っていくみたいな。僕らと一緒なんだ。知らなかった。その自分の名前が上になるまで残ったことがそんなになかったから知らなかった、それ。そうだね、そんなにこう長々と風水さん、マリオカート配信したことある？あるよ。あるか今あるな。あ、いや違う、個人個人個人。ん？いや、今してんじゃん。俺は話が通じないぞって。でもだってヒッポさんも俺のバイクの話聞いてくれてなかったし。なんで寝てるの。なんで大人なエルザさんの対応により RTS で落ちてっていう。いやーよかった、落ちができた。ただ拗ねてるやつ。これやっぱ3人でやるとでかいよね。そうだね。話のオチが2人でつけられない時のやっぱ3人目って大事だね。あーエルザさんキノコ取ってったの。いただきました、美味しく。いたエルザさんいた。早いよね。あ、ちょっと待って。はい。あ、さよならでした。いやべ、マジで。いや、ジュニー。村人のピンクの帽子の方がさ、村人使ってるんだけど、うん。で、ビードルも使ってるんだよね。俺から見るともうただのヒッポさんなんだよね。一緒だね、それ。あ、待ってあー、緑コーラ。うわ、すげえ。今、団子だな、マジで。もう団子状態。なんかあったら抜けそうなんだけどね。噛み合えば。1個出たいな。加速系ないでも欲しい。全然。
全然出ない。いや、うね、キラ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 バカ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 。アイテムなくなった。特に何もミスしてないのにすげえ落ちてくんだけど、今ミスしたけど。どっち？エルタさんめっちゃ抜けてんな、頭一つ出てるな。サンタ！サンタ！じゃあふざけんなマジで。あ、待って。あ、なんかたくさんキノコ落ちてた。クスター上がれねえ。いや、ちょっと待って、スターやめて。自分から突っ込んじゃった。団子状態。エルタさん見えてるのに。あ、きつい。インキリ、ヒッポだけでも抜く。あ、いやー、これ難しいなぁ。いやー、そうだ、赤コーラふざけてますね。なんてことすんの。いやー、つらい。待って、クリボー。9位、9位、9位。10位、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 10位。くっ、あれはヒッポさんに勝った。ちょっと待って、4位から12位って。じゃあ10、11、12。ひどい、ひどい。あれ、エルタさん、前いたじゃん、さっきまで。あの、いて、ショートカットしようと思って、落ちたら、落ちたんですよ。落ちて、で、その後、ボム兵が真横に飛んできて、みたいな。一時全然動けなくて。いやー。いやでも、よかったね。この配信で一応、ね、あの、ワン、ツー、スリーフィニッシュ、なんとか達成できたんで。最下位や。11、11。いやマリカあれですね、こう、やっぱ面白いですね、こうやってやってみると。いやまあ、あの、スプラとかよりも、あれはすごいかもしれない、なんか、転落は。転落は。いやー。うまくても、うまくても負けるとき負けるじゃないですか。きますね。どんなに良くても最後まで分かんないですもんね。ね。3周目の最後でね、しっかりとオチができるっていうのが、こうマリオカート実況のいいところなんだろうなって。よくも悪くも。あれ、今日もう終わりですか。まとめに入っちゃってる。まとめになってたから、なんか。でも確かにいいところですね、そこはね。ワンチャン、ワンチャンすごいな。いくぜ。やっぱバイクの方がスタートダッシュ早いのかな。ああ、どうなんだろうね。なんか今グイッと言ったからさ。待って、怖いよ、悪い。じゃあ、やめて。バイクにしよっかな。でもバイク、マッハバイク？お二方はマッハバイクを使われている。普通のバイク。これマッハバイクだね。これ、なんか。あの、バイクがなんかわかんない。そもそもそも。なんか、バイクによっては、カートの曲がり方とは違う。ちょっと独特なこうドリフトをするような。マシンもあって、フムセさんが使われてる多分マッハバイクっていうのがそういうパターンなんですよ。倒れ込む感じね、曲がるから角度がね。これがなんかすごく馴染まなくて。そうだね。え、あれ日村さん今カートじゃないんですか？あ、井戸さん今カートじゃないんですか？どうも日村です。日村です。やったー、やってくれたー。いやー。今日ちょっと会議のアンダー上げちょってくださいよ。あ、さよなら。ああ、キノコ。エルじゃないな。いや、だいたい早い人は最終的に転落するから大丈夫。最後が辛い。みんなもどっちかっていうとスター狙いですね。いやみんなスタートってみんな当たりに行く悪い人たち。いや、なかなかスターね、危ない。いやここ難しいっていうか相手のが取れない。あ、やった1。おお、待って待って待って、どんどん、お、危ないって。誰でもない。よし、危ないっていうか多分今当たってたね。みんなさ、エルタさん、大体エルタさん見かけるときキラキラ光ってる。いや大体ビリですからね、その時。あ、危ない危ない。いやー、キノコがギリ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 最後当たってやろうと思ったのに。エルタさん、キノコ持たれてた。隠しキノコが。いやー、ダメだね、全然上上がれないですね。そうそう、のび太くんと日村さんが楽しそうだな。すげえ笑顔でね、二人ともね、あの待合室にインしてきた。こいつらマリオカート楽しそうだなっていう。
仲良しだからなーって。なんかすごい、特徴的な。ミュートシティやってないな。うん、ミュートシティやりたい。大体巡ってきたような気がする。結構もうしましたもんね、コース自体は。なんだろう、何コースあるんだっけ、これ、全部で。4が6あって12あるはずだから 48? ちょっと違うあるんじゃない多分。おぉ、そ結構ウィット多いんですね。増えたね。8の時からまただって増えたでしょ ?8 デラックスになって。あ、違うっけ増えたかな動物の森とかってあったっけ。あったあった。課金課金ってあったよ。リンクとかもあったか。あ、違うのか。それが課金のやつがもう8デラックスで全部入ったのか。そうそうそう。課金も入ったオールワンパッケージみたいな感じよ。オールワン、オールイン。みたいなのが8デラックスでしょ。もともとマリオカートって言ったらね、なんか4つのコースがあって、キノコ、チューリップ、で、スター、で、なんか最後のスペシャルカップみたいな感じの。ああ、最初のね、初代ね。初代ぐらい、最初の頃ね。そんな感じだったと思うけども、気がついてなんか下の方に、こう、コーラカップとかさ。そうだね。この肌のなんだろうね。いろんなものがこうくっついてきて。エルサさん、マリオカートは、歴代的には、どういったあれを。歴代的には多分、全シリーズして してますね、一応。RTS もしてるの、全シリーズ。俺ね、セブンだけは自分では持ってなかった。あ、そうだ、僕もセブン持ってないね。なんか借りて遊んだって感じだった。そうそうそうそ そう。あれ DS の時のですよね。そうです、そう。3DS、3DS。3DS ですね。やりました、やりました。おぉ、やったけど、まぁ、この程度ですよね。いや、もう、マリオカートのうまい人チョイスだったね。いやなんならダブルダッシュに至って俺、ほぼハンドル握ってなかったしね。後ろ前に、二人プレイで言うじゃないですか。できますね。あれは。別の人に運転してもらってみたいな。あれぐらいが一番、ダブルダッシュが一番してましたね。どっちかっていうと。ダブルダッシュ楽しかった。楽しかったっすね、あれは。唯一の2乗でしょだってあれ。うん、あのシステム良かったけどね。ちょ、次回作では選べるようにしてほしいわ、そこ。オンラインでどうやってすんの？確かに。ああ、だからそれこそスマブラの2人対戦みたいな感じかな。ああ、そういう感じか。ローカルで2人だったらできるみたいな。ああ、8! ああ、危ない危ない。待って、めっちゃ少ないな。やっぱこう。とりあえず12人揃ってするってわけじゃないんですね。そうなんですよね。待ち合いで10人。ああ、いい、増えた。たまにさ、9人になったね。一つ目の人、ね、今来てるじゃないですか。あれどうやって作るんだろうね。重ねてんの？寄せて寄せて。ああ。今、青色の服着て赤色の髪の方いらっしゃるじゃないですか。はい。どっちかというと、日村レトさんよりエルザレトさんの人はあの人ですよ、ね。確かに。どっちかっていうとエルザさんされているのはあの方ですよね。なんかどっか見たことあるなと思ってたら。そう。なんか、あれ違うなって。あれ、日村さんはもしかしてエルザさんではなかったみたいな。ようやく遅れて。もう なりきってやってたみたい。よかった。名前はしっかりとあれだったね。いや、別名で。そうだよ、また。そこまで寄せて来られたら、おっとっと。逆にちょっと褒めますね。よくぞそこまでっていう。だから俺ミーでやろうって言った時に想像してたエルザさんあんな感じだから。どっちかっていうとエルザさんよりエルザさんしてるエルザさんだったから。ついにドンキーコングがめっちゃ増えてきたな。うんとだ、ドンキ3人。
4人 ?3 人4人いるな。4人いるね。みんなでドンキしようぜになってるよ。猿山みたいになってますね。やめろ、見せ物じゃないんだ。みんな、楽しんで行ってくれよ。ひぃ。早いからな、ドンキ。やっぱドンキ早いですよね。ドンキも使われてる方結構見る。ドンキと悪い字結構見るな。やっぱ重量級なんだね。あれ悪いじゃん。重量級？身長高いのから重量級になるのかな。そうだよね、多分。うん。お、ルイージの方がいる。あ、そう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 。分かってるね。分かってるね。分かってるね。ゆこさん、俺の緑ゴーラに突っ込んできたね、今。そうだね。なんで持っていったんだい？持っていったの僕か。そうだね。俺前走ってただけだからね。お前の戦いにした。さよなら。よし。あとは藤井さん。エルザさんも、エルザさんも、もうちょっとで見える。もうちょっとで見えるけど、見えない。見えさせない。あー、いるけど、ドキやめてる、ドキやめてる。ドキいっぱいいるからな。どのドンキに言ってるかみんなわかんないよね、きっと。俺ではないな、みたいな。あ、いた。待って、落ち。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。復帰してきたぞ、戦線に。戦線に帰ってきたか。ちょっとだいぶ下の方にいたからエルザさんが真後ろにいる。やめてボム。いやー今のは怖いだろうな。あ、3人揃った。エルザ消える。抜けたい。この足これにてどの3人の中で抜けたい。やべ、早い早い。キノコ3つ持ってんのずるい。やっぱね、友はキノコっすね。バナナ前、バナナよりはね。あーらいやきついな。やべ、12位になったんですけど。上がったな。待って、ボブやめて。おお、うわきつい。やばい。赤キノコきついな。ミラクル8。ラストアイテム次第だな。いやはー、待って、狙い、待って。あはー。めっちゃ混雑してる。ラストアイテムでいいの、引いてもでいいの、引きたい。キノコ、キノコ、キノコ。おほ、ヒッポさん、待って。待って。ダメか。いや、いける。いやー、つらい。抜いたしょ。よっしゃ。せめて。せめて、RTS 一歩だけ倒してやろうと。あー、エルザさんと競ってたのに。気がつきゃ下だよ。いやー、全然ね、もうエルザさん背中すら見えなかったわ、最後。一切追いついてない。もうずっとキノコしか出てこない。いやでもドンキーがあの2位から5位占めてましたからね、今ね。マジか。みんなドンキー。いそうそう。なんだかんだ結構いい時間になってきましたね。なんだかんだでもう2時間近くやってますね。ちょっと最初の失敗した分も込みだったら。確かに。まあ、明日は多分バッサリ行くんでしょうね。バサッと。いや、僕がバサッと行くな、明日やろうな。アーカイブがどうにかなってくれれば。RTS 的にはいつだろう、水曜日かな。あ、に、あ、もう上がりそうですか。来週まあ、次の月火水ぐらいのどっかじゃないかな。この並びはちょっと前の並びえぐくないこれ。全員一緒じゃん。こんな並び見たことないんだけど。いや、ふせさん、これなんですよ。こういう感じになるんだから。すごいな。なんか絵面がすごいな。やっぱ猿山に遊びに来た感じじゃないですか、やっぱ。マリオカートだよね、これ。マリオカートだよね。ドンキーカート、ドンキーカート。違う、マリオカートですから。ドンキーカート 8DX になってるよね。こういうゲームなんですよ。いやー、つらいなー、このドンキー。加速台に乗ったらさ、漏れなくドンキーの鳴き声が聞こえてきたからね。そういう体験型アトラクションなんだよ。待って。いやー、これ。大きな子、よし、痛い目。そんな中1位白ヨッシーなんだね。
そう、白ヨシが結構うまい。ずーっと1位取ってる気がする。いエキサイトマイクであの頭一つ抜けられるってすごいと思ったよね。ね、何があったんだろうってね。で、なんか若干このジャンプ台使ってないですよね。うまいな。ジャンプ高くなっちゃうとあれですもんね。なんかやっぱロスになっちゃうから、加速アイテム引いたときは横から行った方が早いとか確かあった気する。あ、そうなの。そうなんだ。11位なんだけど。いや、素晴らしい。ホルスイさん、ちょっとなんか、いい感じ。いや、違う。でも、白ヨッシーの人、やっぱすげえわ。お互いアイテム持ってなかったはずなのに、白ヨッシーの人が早いんだよね。なぜか差が開く。そう。多分、ジャンプ台とかの使い方がうまいんだと思うわ。わかんないけど。そんな中にね、バナナ持って割り込んでくるドンキーなんだけどね。さあ、あれだからドンキーの主戦場だからバナナは。っしゃ、1位。あれ、なんか白ヨッシーが。何やってる。5位。いやあ、抜かれてる。白ヨッシー一気に。あれ抜いたはずなんだけど抜かれたのか。早いね。なんかわちゃわちゃしました。いやーもうこれはカットできないでしょう。見たびここまで来たらさすがにっていう。これどうカットしようかな。意外と話し合いましょう。意外とあのリザルトだけやめん。みんなボタン押すの早いから意外と逃がすんですよね。あれ、あのピンク色の人ニット帽外してきた。いや性別も変わってましたよ。この前目普通の点だった人ね。眉毛出たね。眉毛入れてきてニット帽取ってきた。今日の人はすごい凛々しい眉毛変わ隠してたんだな。口はチャーミーですけどね。なんかあんな可愛かったっけ。僕の画面ではヒッポさんのキャラクターとめっちゃ踊ってましたよ。あら、仲良し。ケッポさん、そんなコミュ力ないんだけどね。ツイッターでよく主張してるからね、コミュ障なんでって。コミュ障はコミュ障と言わない。なるほどな。そのことだった。実はコミュ障じゃないのか。やっぱ設定がね、あるから。設定言わない。ミラーだ。初めてだ。やばい。初めてかな。ミラーしか見えない。え、ここのミラー走ったことないかも。今日ここ2回ぐらいやってっから、ちょっとさすがに違和感あるんじゃないですか？いや、違和感ないですね。経験値が。経験値ゼロや。ちょっとまだ違和感持つレベルじゃなかったらしい。もうただ、見える曲がるところを曲がるだけっていう。ボットじゃん。境地。あ、境地ね、もう身勝手の極意じゃないですか。あ、ちょっと久しぶり聞いた。あ、こういうショートカット使ってるのね、みんな。飛び降りるんですけど、飛び降りる場所がわかんねえ。あの、そこはもうあ、そう、わかんねえね。ドンキーについていこう。イランになったら飛び降りる場所わかんねえ。確かに。もうやべ、飛び降りちゃった。もうルートを教えてもらう方向で。やっべ、ミラーの飛ばしマジでわかんないな。言ってわかんないからやめよう俺、あそこ飛ぶの。あ、やっぱ落ちる。でもなんか体が勝手に反応しちゃうんだよね、飛びに行こうって。あ、やっぱり敵かよくわからないところにフライハイする。6位か。よいしょ。待て、11位か。大丈夫ですか。ちょっと調子悪いな。待って、エリアさんあそこいんな。ショートカット。そうですね、大丈夫。お、ショートカットしてる。あ、待って、落ちた。よし、落ちた。もう分かんないんだよな。ここかな？よし、覚えた。あ、そこ行けるんですね。あ、なるほどな、そこだ。降りて。次頑張ろう。ただ、この蓄積は次回ないはず。残念ながら。あれさ、ミラー来ないのに、多分もうここ、なることないだろうな。もうないでしょうね、ここは今日は。追いついたぞ。じゃあさよなら。赤コーラを投げるエルザさんに投げる緑コーラね。あ、落ちたし。
いやー、あ、いや、いかんいかんいかん。もう同様がプレイに出てる。いやー、俺1位じゃない？1位はないわ。嘘だわ。3人の中の1位。だいぶ制限だ。だいぶ底辺な。いやー、いかんな。8位という名の1位になれる。あ、そっちか。あ、全然違ったことだ。嘘。全然さよならで失敗した。待って。あー、ミラクル8。ミラクル8。あれ、キラーいいんじゃないこれ。あらあらあら。待って。7位。耐えろ。よし。あれ、ヒッポさん俺より前にない？あら？そうだよ。なんかね、意外といけちゃったんだよね。あ、いつ抜いた？いや、わかんない。たぶん、フッさんがフライハイした時じゃない？あ、そういうことか。そう。たぶんね。全然身に覚えねえわ。あ、でもやっぱ白ヨシの人うまいんだな。早い。ヨッシーしてる。後ろいたはずなんですけどね。早いですね、やっぱ。さあ、お時間もよろしくなってきましたけども。そろそろラストいきますか。OK です。OK です。OK です。どこやろうかな。どこに。リボンロード好きだから、リボンロードにし、みんなリボンロード。やってないステージっていう、この実況者心理。もう、やってないところしか押してないですもんね。カラカラ砂漠誰かいるかなって思ったら誰もいなかった。誰もカラカラ砂漠してなかった。カラカラ砂漠もそういえばやってないな。チーズルランダだっけとかもやったから、あれも砂漠じゃん。あー、なんかチーズぶっ飛ばしてましたね。確かに。あー、確か言われてみたら。しゃあ行くぜ。さよー、17の方でとてもありがたい。ありがとうございます。そうですね。米等々いただきました。おー、ありがとうございます。今日で解散ですけどね。さあ、まあ2時間ね。2時間やってきた成果みんな見せましょうね。エルダさん、何やかんやで多分、200、300ぐらい上がりましたよね。300ぐらい上がりましたね。確かに。スタート1000だったからね。1000ちょいだったから。何しに、あ、いかんな。あ、いった。ちょっと待って、落ちたって。いや、気がつきゃリボンロード。待って、リボンロードむずいんだって。いけ、ほい。このうねりがちょっとつらいな。わかりますよ。あの、あそこの青色の道のなんかぐねぐねしてるとこすげえやりづらい。誰これ？バイク。マホバイク、クースイさんじゃん。後ろにのヒッポさんがこれ。あ、待って、チルさん、誰？邪魔。邪魔。邪魔言うな。いいな、僕もちょっと混ざりたいな。僕、後ろから数えた方が今早いんで。もうですね。あ、落ちた、ちょっと待って。いやー、まさに、そっち向きに渡りに行きたくないぞ。あ、エルダさんに寄っていくっていうね。ヒッポさん、エルトさん側に。あれ、ヒッポさんで前にいる？ヒッポさんね、ヒッポさん3位まで来たね。なんで？なんだ、2位まで行って、そうじゃん、だ集大成をこう見せるっていうね。いやー、曲がりきれねえな。あ、いた。多分ここの後ろ走ってたら、白く今、エリザさんでしょ、これ。頭映らんかな。映ったよ。あ、やべ、突っ込んだ、壁に。あ、ずるいそれ、ずるくない？それはずるい。あー、待って、落ちた。あ、落ちた。ここだから青色難しいんだって。あ、待って、さっきまで2位だったんだよ。何があったというんだい。さすが、あ、エルダさんいる。ラストアイテム、なんか来い。クソ、スターか。いやー、どうかな。あ、待って、行って。よし。3人の中では一番取ったぞ。これやばいな。いやー、俺1位3回取ったんだよ。この配信で7、8、9しょっぺー。2時間配信の集大成しょっぱすぎじゃない？あー、今回の集大成です。集大成。これラスト大丈夫ですか？
ワンレース行きます走りやすいところがいいです。リボンロード青色がね難しい。難しいですね。じゃあピーチサーキット当たりですかね。こうそうなると。いやー、17の方でもうエールをもらってるわけなんで、そう RTS も頑張りましょう。この藤井さん頑張って。主画面はあなたよ。気合入れていきましょう。これで風水さんが、はい、負けたら全カットでいきましょう。王冠。よっリースがかけるものは風水さんの王冠のシーンと僕の色をかけて、でエルダさん、エルダさんは何をかけるんですか。僕日村さんの顔やめますよ絶対それ言わなくてもこの次の配信の時には日村さんじゃないでしょ。もう絶対戻しますね特化効果じゃない。いやなかなかなか、もう今のところ全部ヒマラさんが悪いに僕はもう頭すり込んでますからね。自分のミーだったら勝てたんだけどなーっていう日村さんという、いやバナナ引けてないもんな、やっぱそこいや仮に下の方にいた時にバナナ引いたら嫌でしょもう絶対使わないですねいらないでしょそれ全力で捨てにかかります。ここのミラーもちょっとやりづらいな。でもここも今日何回か走ってるからね。ねえ、ということはエルズさん違和感が、うん、ないですね。ドンキーコング気がつけ全部なんか顎の長い人に変わってんだけど。マジで悪い字ばっかじゃん。あ、本当だ、悪い字多い。あ、本当変わったのかな。いやまた時代、てかヨッシーも2人いるんだね、てかドンキーもいるんだね。そんな中、ルイージがいるんだ何悪いのいや、悪くない、ルイージ使ってる人に喧嘩売ってんの。それ俺に戦争、喧嘩売ってるってことになるけどいや待って、みんな早くない。早い早い、集大成を示そうとしていない。大丈夫大丈夫って言うことかな。俺いろいろつらい。いや入れるぜ。エルさん何位？なエルさん5位？ 4 位？ 5 位？ 6 位？ 5 位？ 6 位？ 5 位？ 6 位？ めっちゃ変だし。いやーすごい。このまま行きたい。このまま行きたい、せめて。キノピオの気球はダメだ。うわ、アイテム引けなかった。ここでアイテム引けないのつらいぞ。あー、そっちかー。ちょっと間違えた、ミラーだということを忘れていた。やめろルイージ俺ら味方だったじゃん。やっぱ根に持ってたんですね、何かしら。もうちょい丁寧に扱えよって怒ってんかもしれないよまあこの間ボス戦で殴られたの覚えてるからなみたいなねどっかわせただろみたいな。いや初見だから痛いキラー来たな。ちょっと待って、3位だぞ。俺その辺にいたのにその辺にいたのにでもこれま何があるか分かんないのがマリオカートだからさ。風水さんそのまま落ちる。あ、これあ待って何やってんのルイージいかいやちょっと待って、エルトさん今投げたら待って、はい、待って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 、いやまだだまだだ、いや抜けるよし、いやマジか天罰、リアルタイム天罰下りましたよ、ね、いやいや変わってないじゃん、マックスが7っていうところ全然変わってないからいやこれで心置きなくちょっと日村さんの顔は捨てれますわ秋の1回がしょっぱいからね、789が7810になったからどっちかっていうと劣化してるからねいやあわいやもうこれ以上もう一つ笑い取れる気はしない遊びましたね。いや遊びましたね。いや思ったよりやっぱ早かったですね、マリカやってて。いや本当に楽しかった単純に楽しかった。いや多分これもう一戦始まりますよね。風水さん抜けたでしょ。風水さん落ちました。エンディングトークの気持ちでいます完全に僕とヒッポさんは普通に残ってますよね。残ってるかな、ギリギリ抜けられたかな、どっちだろう。これはさすがに回線があれか
あ、でも名前は残ったままなんですね。一線残りますね、名前は。はぁ。わけで、まあ、エルザさんは走りながらですけど、そうですね。いやー、どうでしたか今回は、マリオカートは、お二人の得意分野ということで。まあ、PS 側的に言うと、やっぱちょっとどうしても17っていう部分はあるんですけど、エルザさんが視聴者来てくださったのもそうですし、新規の方もね、来てくれたんで、スプラよりやっぱちょっと辛いかなって思ったんですけど、見てもらえたっていう部分でも良かったかな。結構、いい感じでしたね。ちょっと盛り上がりっていう意味じゃやっぱりスプラよりありますね、土管が。やっぱ性格が。性格が出るわ。アイテム持って、アイテム持って誰かの後ろに入ったやつがすげえ嬉しそうになるんですよ。なんか元気になるんですよ。アイテム持って誰かの後ろに入ったやつ。生きとするよね、それはね。あもう。出ちゃうよね、性格が。本当に やっぱね、アイテム取らないと始まらないね、このゲームは。なんですよ。ほんとこのゲーム。スターがコーラ持った時、エルザさんがすげえ後ろにいる時、嬉しそうになるんですどうしますどうします、もう使いましょうか、使いましょうかぐらいの。悪いとこ出てましたよ。いや、もうね、ああいう時はね、行ってなんぼなんでね。やっぱ言わないと。いやー、いや、いい感じにこう押したり引いたり、うん、割り合ったり。まあただ今回やっぱ誰も1位取れなかったっていうのはちょっと残念でしたね。いやー、そこはね、もうちょっとだけね、やっぱ惜しいところがあったんですけどね、行きたかったな。ちょいちょい、はい、はい、残ってるからね、俺の画面は少なくとも投稿するからね、このまま。いやー、やっぱねでも、あ、ヒッポさんあれでしたね。ただ、今回一緒にして下げただけでしたね、パワーは。いくつぐらいになってる？だいぶ下がったでしょ。だいぶ下がった。エリザさんが2、300レート上げたけど、ヒッポさん多分2、300レート下げたから。チップというか、直近は多分全部使った。ね、300ぐらい下がった。つらい。だっておかしい、ヒッポさんマジで普通に今回1回道取ってないからね。あ、300ぐらい出資したことになってるわ。エルザさんに全部譲渡したみたいな。そんな貢献いただいて。エルザさんがね、ヒッポさんに勝つだけでレートの譲渡が行われるからね。そうなんだね。じゃあ出すか、ホイホイっやってたという。いやでも普通に勝てなかったんだよね。なんか結構わちゃわちゃしてた、真ん中ら辺のところはずっと。やっぱアイテムの引きはあるわ、うん、意外とサンダーも狙って使ってきてるんで全然避けれない。あった、よかった。サンダーで何回落とされたのっていうぐらいね、ジャンプ中に落とされつらかった。あれ革命だよ本当に、うん、大富豪の革命だよ。びっくりした。今レース終わらせてきました。いやー、はい、ちょっと落ち着いたところで。そうですね、はい、今後の話も多少交えつつ。そうですね、せっかくなんで。まあ、今回マリオカートで2回任天堂のゲームをしたわけですね。はい。あ、やっぱ面白いですね。いいゲームですよ。いいゲームですね。いや、なんで中古、まあ、売ったのかよね。このためにね、うん、このためにもう一度買い直して。で、そのちょっと僕の話になって申し訳ないんですけど、買って一回テストしたんですよ、起動で、はいはいはい、で今日よっしゃ準備しよっかねって思って準備しようとした瞬間またエラー出て、する前に結構このソフトエラーが出やすいのかなと思って。なんかそんなことないですか？僕一回も出たことないですね。だから結構リオのことが起こってるのかなって、 RTS 側としてはね、びっくりしたというか。いやもうこれはするなっていうことなのかなと思いつつ。いや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 、よくぞ本当に買ってくださってありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございました。いやいや、ね、ネタまで、ミーのネタまで仕込んでいただいて。いや、ネタは本当にまた、この配信の結構なパーセンテージを話題として持っていってくれたっていうね。いや、なんなら日村って言われましたからね。あれは日村さんが ね、あれはね、あれは事故だったわ。あれは不運な事故だった。
なかなかね、3文字で同じでもうずっとバナナネタでしたもんね、序盤は。そう、序盤はずっとそのネタでしたからね、本当に。キメラレトなのか、バナナマンエルザなのか。どっちかちょっと分かんなくなってくるっていうね。いや、面白い。変え、名前も変えとこうかな。いや、絶対エルザさん、この後、ミーを変えるから。名前じゃなくて。いやもうね、この、そうですね、もう日村さんが悪い。いやー、とんでもないな。日村さんからしたらビビるだろうな。何事みたいな。いやーでもまあ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 でも面白かったですね、ほんと2時間あっという間でしたもんね。RTS 的にはライブ配信2時間こうがっつりやるって結構レアな感じなんですけどね、なんかほんと一瞬で過ぎ去ったなっていう、うん、そうだね。あれ今何時だっけ、うん、でも1時間半でしたもんね。一気に飛んだな。開始し、あの多分前半戦まあカットしてるでしょうけどね、まさかのお互いにエラー起こしてるっていう配信者として結構歴があるはずになのにもかかわらずお互いしっかりとミスをするっていうね。そう、さすがと言わんばかりのやっちゃいますよねっていう、すんなりとは終わらないよね。いやでもよかったよかった。まだなんかあれですね、その時にネタ全部突っ込んでなくてよかったですね。確かに最初の話に全部ぶっ込んじゃったらもうあと話すことないですってなってたところだったんですけど、気づいたのがまあ早くてよかったっていう、うん、その辺も歴があるからよかったみたいな。はあ、いや楽しかった楽しかった。第2弾あれですね、あのスプラの時みたいには仲悪くは今回いろんな感じでこうバーサスが起こったなっていう、ちょっとなんか面白い感じになってきて、うん、面白かった。意外と視聴者対僕たちみたいな感じもあったんで。そうなんですよね、なんかそこら辺バーサスがそれぞれポップアップでいろいろ起こったのか、うん、いやあれいいですね。そういった意味でやっぱマリカちょっとまた機会あればありですね。そうですね、なんかまあコラボのこの今後の続報というかね、話になるのかなと思うんですけど。うん、あですね、そんな、そこもちょっと話しましょうかね。そうですね、うん、風星さん。お願いします。誰に誰に。いや、コラボ主って言ったらエルザさんだし、RTS 代表って言ったらヒッポさんだから、この話俺に振るのは違うからね。俺じゃないからね、多分。風水さんって言ったらすぐリターンが返ってきたからさ、リフレクトされちゃったから。なんでこの場で俺がすごい出しゃばって言っちゃったってなるからね。いやいや。よいしょするから、よいしょ。じゃあ話やっていきますか。はい、お願いします。じゃあ、あの、皆さん、エルザさんから話ありますよ。いや、ちょっと。ご報告というか、あのですね、コラボ今回第1回スプラで第2回、マリオカート8をしたわけですが、また第3弾をちょっともうするのが決まってまして、そうですね、はい、で今あの3回目に関してはライブ配信ではなく動画投稿で、したいと思ってます。でそちらに関しては、まあ、ちょっと最大人数が4人までというのもありまして、まあ、動画投稿になったりしたんですけど、まあまあちょっとね、まあ、僕が意地が悪いのはもう僕の視聴者は分かってるので、ヒッポさんと風水さんの、悪いところを出そうという回を。はい、それはもうおっしゃってましたもんね。その RTS のその本音というかね、はい、リアルな部分を見せてやろうと。本当に多分、性格が出るゲーム、かつ、結構楽しめるゲームをしようかなと思ってますので、まあ、タイトルもね、もしよければ、楽しみにしていただければ。で、一応、アップの予定が2月ぐらいでしたっけ？そうですね、2月の中頃か、下旬ですかね、2月末ぐらいですね、に多分、アップされるかなと思いますので。ですね、なのでまあまあ今日はもうここで終わりなんですが、実際コラボはまた続くということで、でまあまあ そっちもね、また随時ご報告はしたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、お願いします。で、あの一応ですね、概要欄の方にも、一覧の方と、YouTube の方、RTS さんのお二人の、YouTube のチャンネルとか載せてますので、ぜひよかったらそちらの方も別試験がアップすると思いますので、どうね、いじめられてたか、いじめたかっていうのね、今回の回をね、見ていただければなと思いまして、まあ、そこも楽しみに、またしていただければと思います。っていう感じでよろしいですか？ありがとうございます。コラボの編集させていただく動画に関しては、まあ、エルザさん側ときっと RTS 側でもそれぞれ動画があると思いますので、まあ、エルザさんのね、黒い部分を覗きに、RTS チャンネルもね、覗きに来てくれればと思います。いやーねー、僕、個人的にはね、ホラー一緒にしてみたいんですけどね。いやー、第3弾のね、コラボもぜひ楽しみなんですけれども。もう即締めにかかるから、ね。言えたなーいやーねー、もう本当ゲームの色が僕と違うのでね。いやガンガン、そうですね。ガンガン僕はそっち系をするんですけど、お二人はね、本当任天堂に買われたんじゃないかっていうぐらい。もう任天堂。モンハンやってるんで大丈夫ですよ。モンハンやってるんで大丈夫ですよ。ワールドやってるんでね。大丈夫ですよ。ワールド。そんな感じでね、まあまあまあそこもね、あのぜひ見ていただけるといいんじゃないかと思いますので。あ、そうですね。RTS は、配信というよりかはね、なんか動画編集をして、で、それを YouTube の方に投稿するのをメインで活動にしているので、いや、エルザさんに声をかけてもらって、久しぶりにライブ配信の方をする機会がね、やってきたなっていうので、やっぱめちゃめちゃ楽しかったので。いやー、まあ、もしよろしければ見に来てくださればなと思いますし、いやー、また、延長戦やりたいですね。なんか、なんでもいいんで。ホラー以外で。ほら、意外で。危ない。いや、もう、いや、危ない。いや、なんでもって言った時点で、今何言ってんだろ、自分ってなったもんね。危ない、危ないと思って。エルザさんの、じゃあやりましょうかってなりそうだったから危なかったけど。じゃあ、ほら、4本と、ちょっと可愛らしいの1本で用意しときますね。位置が悪い。位置が悪いよ。いやー、まあまあね、もしかしたらいつかはね、ほらするかもしれないんで。まあ、そこは最近ならどっかで逃げらんなくなりそうだよね。ボルゴぐらいか、最後回ぐらいやらなきゃもう逃げられませんからね。いろいろやるときな。まあね、まあやるなら、まあまあまあ、やるなら。RTS 多分デドバですらヒーヒー言ってると思うかな。やめてくれーって多分なってると思うんで、ここぐらいからかな。血が出てるよとかそういうのも当たり前かですね、あのゲームは。あ、そうなんですよね。多分ヒーヒー、いや、間違いなく僕はヒーヒー言ってると思うんで。いやー、そうですね。なんか、どんどん、せっかくの機会なんで、ね、なんか、こう、まあ、終わりは、一回ね、休憩はあるかもしれないですけど、なんかこう、細く長くこう続いていければなとも思うので。そうですね。そこは、ちょっと、じっくりと。まあね、面白いゲームが見つかんないとね、なかなかっていうのもありますんで。いやそうですよ。RTS だから、ムーンライターとか、結構、マイナーなインディーズの方のね、あまりこうメジャーではないゲームを触れたりしてるので、もうなんか4人とか複数人で遊べそうな、オンラインで遊べそうなのがあったら、ぜひぜひ声かけていきたいなと思いますんで。ぜひぜひ。という感じで。はい。じゃあ、今回ここまでとしましょうか。はい、遊んだー遊んだスプラとなんかほんと違う疲れでしたね。笑い疲れに近い気がする。ほっ、やめましたなって思った。スプラトゥーンとは全然違う、疲労感、本当に。いやー、疲れたー。いやいや、でも面白かったですね。いや楽しかったです、うん。ではでは、じゃあ、締めといきますか。いや、いつもはどんな感じで締めてます？お二人は。僕たちは、あれですね、トークを結構重視しているので、終わり際は、お相手は RTS、誰々と誰々でした。バイバーイっていう感じで終わることが多いですね。じゃあ、今回それでいきましょうか。前回僕の出会って、えらく面白くなったんで。あ、かなりですね。はい。今回は。いや、オチは最後はそれにしてもいいかなと思いますよ。本、じゃあ、またなで。組み合わせていく。絶対ミスる。大丈夫ですか？前回もうミスってますから、何やっても怖くないですよ。心は怖くない。ミスっても大丈夫です。大丈夫ですかね。いやいやいや、そしたら。
いやじゃあ どんな感じで締めます？じゃあヒットさんから入っていただいてたね。ああじゃあ僕からね、はい。エルザさんが言った後に締めていただくと。あ、僕が本じゃまたな、またなっていう感じですか？かぶせていきますので。僕たちがかぶせますよ。しっかりかぶせていくんで、お相手 RTS ヒッポ風水エルザさんで、本じゃまたなは僕らが頑張ってかぶせます。了解です。ここで打ち合わせする話じゃないよね。いや、打ち合わせはまた後でしますよ。だから、気がついたら、これ2時間経ってもう終わりじゃんみたいな感じになってた。あんなもん、あんなもんびっくり。じゃあヒッポさんの合図とともに締めましょうかね。緊張しかないんだけど。いやーコラボ2回目なめっちゃ楽しかったな。はい、では本日ありがとうございました。また次回の配信コラボでお会いいたしましょう。大丈夫ですか？お疲れ様でした。お相手あれ大丈夫行くよ。はい、お相手は RTS ヒッポと、ルースイート、エルザレットでした。それじゃあ、また次回会いましょう。本じゃあ、じゃあまたな。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。